法務院にある、川上はじめと夫人の墓、川上はじめ10月20日から1946年1月30日は、日本の経済学者である。京都帝国大学で、マルクス経済学の研究を行っていたが、教授の職を辞し、共産主義の実践活動に入る。日本共産党の党員となったため検挙され、極中生活を送る。 カール・マルクス、資本論の翻訳やコミンテルン32年テイゼの翻訳のほか、ベストセラー、貧乏物語のほかに、第二貧乏物語、資本論入門の著作がある。死後に刊行された、自助伝は広く読まれた。名文化であり、監視もよく知られている。福田徳造とは、修正のライバルであった。山口県久賀郡岩国町に、旧岩国藩士の家に生まれる。 祖母に溺愛され、わがままに育ったという。山口人城中学校卒業の後、1898年に、山口高等学校放課を卒業し、東京帝国大学放課大学政治家に入学。その時、故郷では見ることのできなかった、東京の貧富の差に、大変なショックを受ける。その後、キリスト教者、内村勘三に、 大きな影響を受け、また1901年11月20日、東京本郷中央街道で、木下直江、田中正蔵らの足尾銅山鉱毒事件の演説会で感激し、その場で街頭、羽織、襟巻きを寄付して、東京毎日新聞に特殊な大学生であると報ぜられた。1902年大学を卒業、その後国家学会雑誌に投稿するようになり、 人々の幸福に経済学を持って貢献しようと考えるようになる。1903年、東京帝国大学の科大学実家講師に就任。その後先修学校、台湾協会専門学校、学習院などの講師を兼任し、読売新聞に経済記事を執筆。1905年12月5日、教職を辞し、12月8日、無害を主張する。 伊藤昌信の無害の生活に入るが、1906年2月、脱退し、読売新聞社に入る。当院時代に、川上が使った、共産党のゴ務員1908年、田島近次に壊れ、京都帝大の講師となって、以後は研究生活を送る。1912年には、これまでの事故の研究を総括した、論文集、経済学研究を執筆する。 1913年から1915年にかけて2年間のヨーロッパ留学に赴く。1914年には法学博士の学位を授与される。帰国後、教授。1916年9月11日から12月26日まで東京朝日に貧乏物語を連載し、翌1917年3月に出版。大正デモクラシーの風潮の中、 貧困というテーマに経済学的に取り組んだ書はベストセラーになった。中にはマルクス経済学の紹介もあるが結論は貧乏をなくすには金持ちが社子をやめることだというものだった。川上は貧乏物語の中でワーキングプアが生まれるのは富裕層が贅沢をして社会が貧者の生活必需品を作らないからであるという批判を行い 社会全体が贅沢を止め、失踪剣役をすれば、貧困の問題は解消されると論じた。しかし、その結論に対し、福田徳蔵や社会主義者の坂井敏彦は、現実的ではないと通列に批判している。1919年1月20日、個人雑誌、社会問題研究を、創刊、1930年10月まで、1920年9月に、 兄弟で経済学部長になる。その後、マルクス経済学に傾倒し、研究を進める。1921年、川上が執筆した論文断片のため、雑誌、改造は発売禁止となるが、この論文は後に、虎ノ門事件を起こすナンバ大輔に影響を与えたという。1924年、老農派のくした民造が、 川上のマルクス主義解釈は間違っていると通列に批判した。川上は批判がまといていることを認め、マルクス主義の真髄を極めようと発奮する。資本論など、マルクス主義文献の翻訳を進め、川上の講義は学生にも大きな影響を与えた。社会問題研究2927年2月号から1928年12月まで、 唯物史観に関する自己生産を発表を。1928年4月、実職を迫られ、京都帝大を実職し、大山育夫のもと労働農民党の結成に参加。1930年、京都から東京に移るが、やがて労働農民党は誤っていると批判し、大戦と決別。雑誌、改造に、第二貧乏物語を連載し、 マルクス主義の入門書として広く読まれた。昭和教皇の時には、川上はデフレを放置しても、問題ではなく、デフレを脱却しても、資本主義経済の限界は解消されないと主張した。京都大学を退官して、資本論の翻訳に没頭していた、川上はじめは、昭和初期から、地下の共産党への看破を開始した。はじめは組織の末端にいた。 活動家に対する寄付だけだったが、1931年夏の頃、日大の民放学者杉野原俊一を介して、東中央と連絡がつき、資金を東中央に直接入れるようになった。当初は、月々100円単位だったが、やがて、1000円単位の臨時の寄付をたびたび頼まれるようになった。そして1932年9月9日、川上自身が、 日本共産党に入党して、その地下運動に参加する。入党後の仕事は、機関紙、赤旗の編集を助け、政治パンフレット作りに参加し、その執筆に当たることだった。この間にした仕事で最も知られているのは、コミンテルンが発表した32年テーゼ、日本における情勢と、日本共産党の任務に関するテーゼを、いち早く入手して翻訳し、それを、 透明の本田博富ロ名義で7月10日、赤旗特別号に発表したことである。1933年1月12日、検挙された。7月6日、引退生命、極中毒号各紙に発表。1933年8月1日、新生共産党事件と言われる政府による、第4次検挙により、大塚金之助東京商科大学教授、 風早八十二元九州帝国大学教授らと共に検挙され、治安維持法違反で豊玉刑務所に収監される。収監中に自らの共産党活動に対する敗北生命と天候を発し、大きな衝撃を与えた。また獄中で監視に親しみ、自ら監視を作ると共に、曹操や陸遊の死に親しんだ。 この成果は出国後にさらにまとめた、陸っぱなし沖の干渉などで見ることができる。1937年出国後は、自助伝などの執筆をする。1941年京都に転居。終戦後、活動への復帰を予定したが、1946年に、老衰と栄養失調に肺炎を併発し、京都市左京区の自宅で逝去。改名は、 天津印象人美始工事。1947年、辞書伝が刊行される。実定に、画家の川上砂教を、議定に、日本共産党員として、数々の事件を起こした、大塚優勝がおり、その大塚に協力した、地下運動家の川上義子は辞書。貧乏物語観光の際には、川上砂教による想定が使われた。議定である大塚によると、川上は、 真正直で融通が効かず、辺境と見えるまで精神を一点に集中しうる特性を持っていたという、ありがとうございます。